タルボットカウンティはアメリカ海軍の戦車揚陸艦。タルボットカウンティ級戦車揚陸艦の一番艦。艦名はメリーランド州及びジョージア州に存在するタルボット軍にちなむ。タルボットカウンティ級はアメリカ海軍において実験的に建造された唯一の蒸気タービン推進戦車揚陸艦であった。この実験は他の蒸気推進による 戦車揚陸艦が建造されなかったことで失敗とみなされた。LST-1153 は1945年7月19日にボストン海軍交渉で寄港する。1947年4月24日にレナミケルソンによって浸水し、1947年9月3日に収益した。LST-1153 はノーフォークで 艦隊訓練グループに合流し、9月21日に成長巡航を始めた。10月24日にボストンに帰還、成長後の信頼性試験を受けた後11月15日に再び出航した。11日後、母校のバージニア州リトルクリークに到着した。続く9年間、大西洋艦隊揚陸部隊の一席として LST-1153 は、 東海岸沿いにニューイングランドからフロリダまでの範囲及びカリブ海で活動した。1955年7月1日、LST-1153 はタルボットカウンティと命名された。タルボットカウンティは1959年8月31日に地中海に展開した。地中海では第6艦隊の揚陸船隊に所属するヘリコプターに対して 給油活動を行い、その大型燃料タンクを利用して24万ガロン以上の航空ガソリンを輸送した。フランス、イタリア、ギリシア、マルタ、ジブラルタル、アルジェリア、モロッコの港を訪問した後、タルボットカウンティは1958年2月13日に帰国した。 その後1959年4月から8月までと、1960年10月から1961年5月までの2度、第6艦隊と共に展開した。配備の後1970年まで、タルボットカウンティは、フロリダ州キーウェストからノバスコシアまでの大西洋岸沿いに作戦活動に従事し、カリブ海の様々な港を訪問した。 タルボットカウンティは1970年4月3日に退役しテキサス州オレンジの大西洋予備役艦隊入りした。1973年5月1日に除籍され、1974年5月1日にディフェンスリータラゼーションマーケティングサービスにスクラップとして売却された。ありがとうございます。